プロ野球の試合前に行われ、余興として会場を盛り上げる始球式。2016年に球速999キロを記録したラスボスこと小林幸子さんはレベチなので置いといて、今回は始球式に参加した著名人の始球式球速ランキングトップ10をご紹介します。第10位は元帝京高校野球部出身の3人組音楽ユニットワンドラフトがランクイン。2009年8月に東京ドームで行われた巨人対阪神戦の始球式に登場し、推定120キロの速球で会場の野球ファンをうならせました。ワンドラフトのメンバー3人は野球の名門帝京高校野球部の出身で、野球との縁が深いことから、この年のプロ野球中継のイメージソング情熱も担当していました。今回は代表してボーカルのランスが投球フォームに入ります。大きく振りかぶった後に投げた鋭い球は推定120キロ。これには満員の観客からはおーとどよめきが起こり、一般的な和やかな始球式とは違う本気の始球式となりました。さらに試合終了後には東京ドーム史上初となる試合終了直後のライブをグラウンド上で実施、前述したプロ野球中継テーマ曲情熱を大熱唱し、4万人の観客から大喝采を浴び、多くの野球ファンに見守られてメンバーはグラウンドを後にしました。第9位は劇団 EXILE 所属のイケメン俳優鈴木伸之さんです。鈴木さんが始球式を務めたのは2019年4月のソフトバンク対オリックス戦。この日はタカガールデーと呼ばれ、福岡ソフトバンクホークスがホークス好きな女性ファン、通称タカガールに向けたイベントでした。特に始球式は女性から人気の高いイケメン芸能人が毎回選ばれていて、このイベントの目玉企画となっています。この日鈴木さんは当時出演中だったドラマラジエーションハウスで演じた整形外科医の白衣姿でグラウンドに登場。マウンドでは白衣を脱ぎ、ソフトバンクのユニフォームでボールを投げました。豪快なフォームから放たれた球はストライクにはならなかったものの122キロをマーク。その後のインタビューで始球式の感想を聞かれた鈴木さんは、めっちゃ気持ちよかったですね。小中学校で野球経験があったので子供の頃の夢が叶いましたと感動を口にしていました。第8位はなんと陣外がランクイン。2017年9月に歴史を覆す衝撃の始球式が行われました。この日はファミリーマートプレゼンツファミチキ先輩ナイターと銘打たれた一戦。マウンドに立つのはマスコットのファミチキ先輩。ぱっと見ファミチキというよりかファミチキの包み紙をかぶっているデニムとコンバースを履いた人という表現の方が正しい気もしますが、やぶなので考えるのはやめましょう。先輩ご本人喋れるようで、あーなんか緊張してきた、鳥肌立ってきた、チキンなだけになんちゃってと聞いてるこっちの鳥肌がスタンディングオベーションしてしまうようなトークでマウンドへ上がりました。120キロを超えたらつば九郎にファミチキになってもらうと宣言し、マスカのサウスポーでボールを放ります。球は勢いよくミットに収まり、気になる球速はなんと125キロもの速球。ファミチキ化が決定したつば九郎は目の前の現実が受け入れられないのかグラウンドで立ち尽くしていました。ファミチキ先輩曰く、この日のために筋トレしてましたとのこと。筋トレなんかしたら肉が硬くなって美味しくなくねとか消費者目線で考えるのはやめましょう。第7位は人類最強と名高いアテネ五輪ハンマー投げ金メダリストの室伏広治。タレント兼百獣の王である武井壮が唯一、あいつはやばい、絶対勝てないと言っており、ドンパ王ひろゆき氏も、彼は人間かゴリラで言うとゴリラに近いと室伏の超人プリについてコメントしています。2005年4月巨人対横浜戦、当時30歳で始球式のマウンドに立った室伏。今までまともに野球をやったことがないのでフォームなど気にせず力いっぱいに投げた球はなんと驚異の131キロを記録。これには会場からはどよめきが、ベンチにいた選手たちからは苦笑いが起こりました。武井壮曰く、もし室伏が大谷翔平のフォームで投げたら、彼の身体能力、筋力、知識などを発揮すると192キロ出るという計算らしいです。第6位は EXILE のパフォーマーの関口メンディー。
保育園年長から高校時代まで野球に打ち込んでいたという巨人ファンのメンディーは、2018年6月5日の巨人対楽天戦の始球式に登場しました。182センチの高身長と鍛え抜かれた肉体が巨人のユニフォームを着ると助っ人外国人にしか見えませんね。7位の室伏広治が2005年に残した131キロをも超える133キロをマークし、当時の芸能界最速記録を更新したと各メディアに大きく報じられました。また9位で紹介した同じ EXILE グループの後輩である鈴木伸之は、自身の始球式の後、彼にはかなわないと思いました、130キロ台を投げられるのは改めてすごいと思いましたとコメントしており、メンディーは先輩としてのメンツを保てたようです。第5位はエアーバンドゴールデンボンバーのドラム担当ダルビッシュ健二。先ほど紹介した関口メンディーが記録を更新してすぐの2018年6月28日西武対オリックス戦で134キロチャレンジとして登場。マウンドに上がる前、マイクを握りしめると、先日メンディーという若武者が133キロを出しまして、今日はその記録を抜きに来ましたとメンディーを強烈にライバル視し、宣戦布告したその初球、高めへの剛速球を投じると、バックスクリーンには135キロの表示がされ、見事メンディー超えを達成しました。無事に目標の133キロを更新し、芸能人最速記録を塗り替えたダルビッシュは、本当に超えるとは思いませんでした。これはネットニュースになります。と喜びのコメントを残しています。第4位は映画お前はまだ群馬を知らないで有名な若手イケメン俳優間宮祥太朗がランクイン。幼い頃から阪神ファンで、憧れである金本兄貴のフィギュアを今でも家に置いているそうです。間宮自身も小中学校時に野球経験があり、投手を務めていたとのこと。始球式が決まってからはドラマの撮影の合間にキャッチボールをするなど、しっかり肩を作ってから本番に臨んだようです。2019年7月、甲子園球場で開催された阪神対横浜戦のファーストピッチセレモニーに登板した間宮。躍動感あふれるフォームから投げた球の勢いは凄まじく、電光掲示板にはなんと139キロと驚異的な数字が出ました。今日のファーストピッチセレモニーはあまりにも短い時間で、噛み締める間もなく終わってしまいました。チャンスがあるならまたぜひともチャレンジしたいですと再登板に意欲を示しています。第3位の紹介の前に、番外編として球速トップ3女性版をご紹介します。2018年、台湾野球の始球式に登板したのは野球女子タレントの坪井美里。小中の9年間野球をしており、始球式では球速97キロを記録。美しいフォームと美脚を台湾のファンに披露しました。1位は2人いて、まずは1人目、2013年の DeNA 対広島戦のマウンドに上がったのは、当時女子やり投げ日本代表の海老原由紀選手。全力投球した球は驚異の103キロをマークし、子供の頃少年野球チームに所属し、男子に負けずに内野手でプレーしていたという実力を発揮していました。特技は銀杏を剥くこと。同率1位は神スイングでおなじみ稲村亜美。2016年に行われたロッテ対オリックス戦で見事103キロを記録しました。自身の最速が105キロらしいので、今後の始球式に期待ですね。ここからは本編に戻って、第3位はお笑いコンビティモンディの高岸が見事ランクイン。2020年の始球式ではマウンドで感動の涙を流す姿に胸を打たれた人も多かったのではないでしょうか。翌年2021年4月の日本ハム対ロッテ戦では驚異の142キロを記録。芸能人としては初の140キロ台に突入し、話題になりました。始球式では必ず相方の前田が捕手を務めていて、済美高校野球部からの仲の良さが伺えます。ちなみに2人があってもネタ合わせよりキャッチボールを行うことが多く、ネタ合わせは本番前に行っているため、高岸はよくネタを飛ばすらしいです。第2位は2009年世界陸上の男子やり投げ銅メダリストの村上幸文選手。2015年に行われた DeNA 対オリックス戦の始球式に登板。大きく振りかぶって投げた渾身の一球はなんと144キロで、プロアスリートとしての意地を見せつけました。
軟式野球部だった中学時代にはノーヒットノーランを3回達成しており、強豪校から熱烈なスカウトを受けていたんだとか。遠投をさせればなんと140メートルを投げ、これはイチローが叩き出した1998年の記録、130メートルを軽く超えてしまう怪物っぷり。村上が陸上ではなくプロ野球に進んだルートも見てみたいですね。栄えある第1位はビッグボスとして2022年から日本ハムの監督を務める新庄剛志。現役時代には敬遠球を打ちサヨナラ勝ちするなど予想外のプレーで記録よりも記憶に残る選手と称されていた新庄。現役引退した2年後の2008年の始球式に登板。日ハム時代師弟関係にあった森本ひちょりと直接対決し、見事最速145キロを記録して会場をどよめかせました。新庄が関わった始球式ではダース・ベイダー姿で投げたり、近鉄ファンが投げた球を容赦なくかっ飛ばしてファレルリーナをブチギレさせたりと、はちゃめちゃなことばかりしていました。いかがでしたでしょうか。余談ですが、日本で最初の始球式が行われたのは1908年の早稲田大学創設者大隈重信が初らしいです。当時70歳だった彼が投げた球は大きく外れてしまいましたが、ボール球にしてはいけないと起点を聞かせた早稲田生が空振りをしたことから、始球式では打者が空振りをする文化が生まれたと言われています。今後も野球に関する面白動画をバンバン投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。